死んで償い。せーの、村人側。人狼。え、結果割れた。釣られないように必死だね。君人狼でしょ。だから違うってば。なんで君が言うの、そんなこと。僕は狂人、偽物の予言者。そうなんだ。あいつはまだ仲間の人狼を一人も見つけてない。人狼同士はお互い把握してるから、偽物の予言者は狂人しか考えられない。本物の予言者はもう死んでる。その後すぐ辞めた。辞めた？待ってください。解雇されてないが、もう勤務していない。自主退職を勧められたということですか？教師が失踪して、その2週間後に教え子11人が失踪した。二神先生が犯人だって言うんですか？鈴木のことなんだけど。鈴木が本物とは限らない。そう、あいつは狂人なの。どういうこと？もし有沙が人狼なら、自分に白出しした自称予言者は偽物だって気づくでしょ。多分合ってるよ、それ。つまり私たちは唯一の仲間。私たちはいくつかの能力を育んできた。みんなで盛り上がり、盛り上がれない人を排除する能力。だからまずはヒロミが釣られないようにする方法を考えないと。鈴木はヒロミを人狼だと思ってる。つまり味方としてカウントして OK。 私とヒロミを入れて実質確保できてる票は3票。残り7人だから7分の3。あと1人でもこっちについてくれたら、今夜は確実に人狼の宇田川を釣れる。みんなで押し黙り、発言する人を叩く能力。なら、ルナ、あの子は友達だから私には入れない。あいつね、まあいいや。これで今夜いなくなるのは宇田川。宇田川を。ちょっと何？アリサ、やめて。何？そしてみんなで間違いを犯し、正論を言う人を追い出す能力。情報が少ない方がもらえます。ただその後二神は失踪しています。それで今夜いなくなる。アリサ、なんか変な流れだ。ふざけんな。あなたもおかしいんじゃないですか。宇田川を釣る。ちょっと何？アリサ、アリサ、何？やちょっと何？アリサ、今こういう状態だからね。宇田川たちはあんたを殺そうとしてんの。いや、そんなことのためって。僕が本物の予言者だってことも証明できる。今夜はヒロミを釣ることになる。なのに向こうの心配してる場合。アリサ、無事？これルール違反のペナルティだからすぐ終わるの。あいつも人殺しだからね、宇田川も。八重樫のこと殺したんだよ。てか俺は関係ないだろ。
何も悪いことしてねえしよ。分かってる。今夜は宇田川を釣る。あとは鈴木にどう話すか。もう一人の人狼を知りたがってるけど、今はしばらく放っといてもいいかも。与える情報が少ない方がボロも出なそうだし。でもヒロミは人狼だって続きに思わせ続けなきゃいけない。やるよ。それしか方法はないんだから。あ、どうもどうもご苦労様です。刑事さんですね。あ、まあ、管理人です。あ、こちらどうぞご案内しますね。二上先生、何かあったんですか？最近見ないんで、どうしたのかなと思ったんですよ。ああ、ここでお待ちください。しばらく戻ってませんね。襲われて連れ出された。失踪ですか？関係あると思いますか？生徒たちの件と。さあな。ここには常駐？いや、通いです。朝の9時から夕方の5時まで。この部屋に若い女の出入りがあった。どうですかね。あ、でも1回だけ若いお嬢さん入ってくるの見かけましたよ。この子ですか？まあ、そうといえばそうかな。この中にいますか？あんた顔覚えてんの？うちの姪っ子に似てたんで、それであれ、みっちゃん何しに来たろうなって。まあまあ、みっちゃん来るわけないんですけどね。いや、これって間違っちゃった。で、みっちゃんいた？あ、いた。あ、これ、これみっちゃん。本当にこの子？こっちの方が美人だけどね。もう投票だね。何、どうしたの？なんか怖くて。そんなの当たり前だよ。そうじゃない。私が今一番怖いのは、信じられないこと。ごめん、私まだルナのこと信じきれてないんだと思う。でも信じることやめちゃったら、私は私じゃなくなる気がする。だからそれを確認しに来たの。あとはルナが自分で決めて。
絶対一緒にここ出て行こう。二神が付き合っていたのは橘水樹ではなく浅見ルナだった。ただそうなると宮下前の言っていた橘水樹と二神が付き合ってるって話は。二神って美術の先生、多分水樹あいつと付き合ってた。ひょっとしたら宮下前のただの勘違いだったんじゃないですか。でも彼女は二人のただならぬ様子を目撃しています。橘水樹が泣きながら美術準備室から出てきた。そこには二神がいた。二神は苛立った様子だった。確かに泣いていたからといって恋人同士の会話があったとは限りませんね。もっと自然な、生徒と担任なら当然の内容。真渡りに乱暴されたことを訴えた。でもだったらなんで泣くんです。信じてもらえなかったが、泣き寝入りしろと言われたか。浅見ルナはいじめの腹いせに真渡りを使って橘水樹に乱暴させた。そのことを橘は浅見の恋人である二神に訴えたが、取り合ってもらえなかったってことですかね。しかし仮にも教師がそんな対応しますかね。教師にもいろいろ言いますよ。そうでしょうけど。ただその後二神は失踪しています。もみ消しは自分の意思とは違う可能性があります。自分の意思じゃない。浅見ルナ。いや、いくらなんでも。まあね。ただはっきりしたことは、浅見ルナってお嬢ちゃんは大した玉だってことですよ。気が変わった。僕が本物の預言者っていうのを証明するためとはいえ、白と分かってる相手に入れるのはやっぱりいただけない。人狼が仲間の人狼を守ろうとしているという構図ですか。自分を守ってくれ、釣らないようにしてくれって懇願されたとか。それは君はそう言うよね。でも違う。人狼はまだ一人も減ってないわけでしょ。今夜野々山を釣って夜に誰か襲撃された場合、残りは全部で5人になる。そのうち2人が人狼になる。さすがにヤバいでしょ。もし狂人が生き残ってたら5人のうち人狼側は3人。その時点で村人側は負ける。そうだから、この投票では村人側にとって絶対にミスは許されない。仮に霊媒師の東が生き残ったとして、野々山が白だったことを確認してもらう。その時宇田川が偽物、つまり人狼だって分かったとしても明日の時。いやいや、今僕の番黙っててくんないかな。明日の投票ではもう彼を釣れない可能性がある。印象操作です。まあ確かにこれは普通の人狼とは違う。釣られたら本当に死ぬ。もう一つ、彼は偽物の預言者、しかも狂人じゃなくてほぼ確実に人狼。なんで？だってそうでしょ、狂人は誰が人狼かわからない。もし黒って言った相手が味方だったら、僕ならそんな怖いことできない。だけど人狼は誰が味方かわかってる。自分が偽預言者の時は容赦なく黒出しができる。待って、なんか変な流れになってない？二人の自称預言者から
白と黒を出されてるヒロミを釣るって、その結果を霊媒が見るって、それが普通でしょ。でもどうせ霊媒に結果を見てもらうんだったら宇田川を釣っても一緒じゃない。あなたまで何言い出すんですか。意味が分かんない。だってそうじゃん、宇田川か都築、どっちかは必ず偽物でしょ。とりあえず黒っぽい宇田川を釣って、もし霊媒の結果が白だったら都築が偽物、次の釣りは都築、もし黒だったらあんたが偽物、人狼が一人減ってラッキー。はい、分かりました、分かりましたよ。あなたがもう一人の人狼です。人狼は野々山ひろみさんと向井有沙さん、そしてあなたが狂人だ、間違いない。そう主張したいのは分かるけどさ、あんたとひろみだったら完全にあんたの方が怪しいんだよね。はあ、失敗しちゃったね。もっと人狼っぽいやつに黒出しした方が良かったんじゃない。いや、人狼っぽいやつって、彼女は人狼なの。もう無理なんじゃない。無理ってなんだよ。なんか出前でも取りますか。電話しますよ。一家の友人からです。すいません。はい。どこで？分かった。ありがとう。飲みの誘いなら行ってきても大丈夫っすよ。この時間から進展するってことありますか。美術教師の二神総一郎がいましたよ。どこにいたんですか。ゴミ捨て場で遺体として発見されました。意外に残ってますね。スーツケースに入ってましたから、一応外気からは遮断されていたようです。なんで見つかった。匿名の通報がありました。死因はちょっと分かりにくいんですが、これ打撲痕かと思われます。あとは首ですね。索条痕。おそらくは。素人っぽいな。失踪事件の犯人が殺したか、それとも交際相手の誰でしたっけ。浅見ルナ。その浅見が何らかの理由で殺したか。女子高生が一人で運べますかね。なら浅見にラブレターを送った、あいつ水谷和樹。あいつが浅見と教師の関係を知り、嫉妬に狂って犯行に及んだ。どうでしょうか。思ったんだけどさ、これルールでは8時までに投票しろって言われてるだけで、別に一斉にとか言われてないよな。まあね。なら順番に入れたっていいんじゃないの。その子誰が誰に入れたって分かりやすいし。ということで俺から入れさせてもらうわ。野々山に一票。は？なんで？いやそりゃそうでしょ。ねえ、二人の預言者から白と黒両方もらってんだよ。今の話聞いてなかった。いやいやいや、明らかに怪しいでしょ。ねえ、人狼の野々山が仲間と強引流れを作ってる家主、これ見えないんだけど。でもそいつが人狼だった場合、村人はもう負ける可能性がある。それでも俺は宇田川を信じる。やっとまともになってきましたね。もちろん僕も彼女に一票です。悪いけど私もヒロミに一票。なるほどね。君はさっきも宇田川寄りの発言してた。は？千穂と東は付き合ってる。そりゃ付き合ってはいるけど、そんな理由で投票先は決めない。なあ、命かかってんだよ。君は個別投票を呼びかけることでわざと私に先に入れて、そういう流れを作ろうとしてる。はあ、あんたらと宇田川は来る。
あなたおかしいんじゃないですか。あ、いや、おかしくないんだ。彼女は人狼だ。だからこんなこと言ってる。違うよ。本当は人狼やりたかったけどね。はい、投票する。もちろん、僕も宇田川に1票。今、宇田川2票のヒロミに3票。私も宇田川。これで投票。僕はね、間違ってなかった。こういう人が人狼だったら怖いなと思って僕は占ったんです。そしたら人狼だったや。真っ黒だよ、真っ黒。宇田川、怖いよ。そうやって今まで平気で嘘ついてきたんだね。ついてない。ねえ、人殺しなんでしょ。それはお前だろ、人狼。絶対に宇田川が人狼。あとはルナだけ。どうするの。ルナ、どうするって。知らない、知らない。何してんの。僕は本物有限者。アサミ、お前ちゃんと自分で決めろよ。本物有限者ってことはアサミさんがよく知ってるね。お願い待って、お願い待って、お願い待って、待って、時間な、一人決めてもらうのよ。誰だ。私たちはいくつかの能力を育んできた。友情を偽り、人間関係を円滑にする能力、心を許しすぎず傷つくのを予防する能力。私たちの能力は今この場で生かされている。このゲームの本当の怖さ分かってなかった。誰であろうと人狼だと思ったら躊躇なく投票する。でもあんたが村人だっていう証拠もないよ。人狼の裏を書こうとして失敗したってことか。同じクラスの生徒ばかりが消えているというのは異常です。お前、それまさか。命がけの人狼ゲームが開かれる。次の投票で勝負が決まるかも。もう勝ちだよ、僕たち人狼側の勝ち。何言ってんの。勝つためにルナを釣ることになるかもしれない。あなたが黒幕。ヒロミだって来るかもしれない。命と一億のためなら誰だって何だってする。私たちを誘拐していつもこんなことしか見えちゃう。じゃあ誰だよ。用心棒はもう死んでるから。